Sora. Yo. Shun も? Yes, yes, yes. Go. Hi, cheese. One more. Hi. に会いたいから早く帰ってきたの。連れて帰るから。待てって23日まで過ごして約束だろ。約束?勝手に幼稚園休ませてこんなところに連れてきてどういうつもり?それはソラが行きたくないって言うから。そうなの?だってパパといる方が楽しいんだもん。でも幼稚園のお友達もソラがいないと寂しいよ。 それにこんなところにいたらピアノ弾けないでしょ。え、小学生になるお祝いにピアノ買ってあげる。本当？うん。ママがピアノ買ってくれるって。物で釣るなんて汚くね。どっちが今まで私がいない間に散々甘やかしてきたくせに。だったら仕事控えてお前がソラと過ごす時間作ればいい。お前なんて呼び方やめてよ。ゆこソラ。待てって。離して。やめて。 離婚の合意はできたけど、どっちが空の親権持つかはまだ折り合いがついてない。何が原因か知らないけど、ちゃんと謝って、やり直せよ。 結婚して、 子供が生まれて、俺はゲイじゃない。社会が認める一人前の男になれた気がした。今まで普通じゃないって言われてきたから、余計嬉しかった。 レナやソラのことを愛して、この生活を守っていこうって。でも無理だった。俺はゲイなんだ。ゲイってこと隠して、結婚して、子供まで作って、 それって結局あなたが親に孫の顔を見せてあげたいとか、世間から一人前の男に見られたいとか、そういうことでしょ。そういうあなたの願望に私が利用されたんでしょ。違うよ。何が違うの？レナに打ち明ける前も、
男と寝ることで単純に性欲が満たされることでそれで夫婦関係が壊されないならっていろんな男と浮気したでも無理だった男に触れるたびにレナへの関心はどんどん小さくなっていった私は渚のこと愛してきたしあなたも私のこと愛してくれてるって信じてたのにずっと騙されてたなんてバカみたいレナどうしていいか分からないでいたとき偶然シュンの服見つけてそれでやっと分かったんだ俺が求めてたのは男の体とかじゃなくてシュンだってなんでどうしてもっと早く言ってくれなかったの シュン俺にどうしろって言うんだよだってそうだろあの時だって俺は大学卒業してからもずっと一緒にいたかったのにそしたら何今度は突然子供連れてお前のことが忘れられないって勝手すぎるだろふざけんなよ俺はやっと渚のこと忘れて生きていこうとしてたのに だったらなんであの時一緒にいてくれなかったんだよ ごめん話して Yeah.